皆様こんにちは。バーチャル YouTuber のあかりです。今回はマイクラの作業をしつつ、ラジオっぽくお話でもしていこうと思います。こういうの一度はしてみたかったのよね。なかなか長く話が続かなかったり、そもそも長時間の編集が面倒くさかったり。私が話してるだけなんだから、編集する必要もないのにね、おかしいね。何に時間がかかるって言うんだろうな、わからないな。でも、何の話題もなく私がずっと話していくのはあまりにもきついので。コメント欄や質問箱の URL を概要欄に置いておきますから、ぜひ何でもいいので質問ください。私以外の子たちに聞きたいことでも全然大丈夫ですよ。解説をしてくれてるクロちゃんとか、料理をしてくれてる青ちゃんとか、スカイリム実況したりお酒に詳しい大ちゃんとか、最近レビュー動画で大忙しのリコちゃんとか、まあ、プログラムに詳しいラミーとか、みんなで一緒に話していった方が楽しいだろうし、それでそれで、今回はお試しとして動画を作ってみているわけだけど、一人で喋っていくのも大変だから、一人連れてきましたよ。じゃあご紹介しましょう。漫画やアニメをレビューしている、リコちゃんです。こんにちは、リコですよ。最近の私たちのチャンネルは、もはやレビューチャンネルではないかと疑うほどに露出が多いよね。おかげさまでたくさんの人に見てもらえてます。リコちゃんだけ仕事が多いけどね。でも、ほぼ私がおしゃべりしているだけですし、それほどでもないですよ。そうかしら。でも、頑張ってもらわないと視聴者は増えないからね。チャンネルを大きくしていきませんとね。リコちゃんの頑張りが大きいからね。はい、頑張りますよ。それでさ、俺だけが入れる隠しダンジョンのレビュー、好調みたいじゃない。そうみたいですね。おかげさまで結構再生されていますよ。再生されるのは嬉しいけれど、少し悔しいわね。一応マイクラがメインなのに。しょうがないと思いますよ。あんなにひどい作品、そうそういないですし。そんなにひどいわけ？ええ、それはもう、筆舌に尽くしがたく。あかりさんは見ない方がいいですよ。発狂しちゃいますよ。え、そんなに？だって、一番最初のレビュー動画でボロクソに言ってたじゃないですか。ああいう行為。ああ、そういう内容なのね。はい、ですから見ない方がいいですよ。そうね、そうするわ。そのアニメに関連して、この間一緒にスクールデイズっていうアニメを見たの。なんで私まであんな胸クソ悪いアニメを。あれは名作なんですよ。あかりさんも一度は見ておいて、価値観や表現力の幅を広げてほしいなと思って。それはないわ。あんなのただただ誠がゴミクズだっただけでしょ。あとその男友達も。誠がクズなのは否定しませんけど、そんな令和になってもめっためたに言うほどクズじゃないですよ。え、あれのどこが生ゴミじゃないって？あかりさんは男子高校生の性欲を甘く見すぎなんですよ。そんなわけないはずだけど。男子高校生は性欲に正直なんです。だからいきなりキスしようとしたりやれそうな相手がいたら性行為しまくっちゃうんです。いや、もっと理性的だと思うけど、男子高校生であっても。もっと男子高校生の気持ちに、は難しいですね。そうですね。時々砂糖ブロックをくれるマスターと契約できたら嬉しいですよね。頻度によるけど、それは嬉しいわね。でも、契約したての頃に、毎日砂糖を一つあげるよっていう別な人が現れたらなびくじゃないですか。なびかないわよ。本当に？難しいわね。ここでもっと欲望に忠実になって。迷わず行くわね。そう、そういうことなんです。そういうことだったの？さらに悪いことに、要求したら砂糖一つじゃなく、砂糖ブロックまでもらえるようになっちゃったら、それはもうそっちに鞍替えしちゃいますよね。それはそうかも。そこで、二重契約しても大丈夫じゃん、と調子に乗ってしまったあかりさんは、あかりさんと契約したいと思っていた。グラニュー糖や黒糖を持っている人たちにまでもらいに行っている状態なんです。そんな節操もないことを。
でも最初のマスターはあかりさんを喜ばせたくて一生懸命天然サトウキビを探し砂糖にしブロックにまでクラフトしてプレゼントしているんです。え、そんなことしなくても栽培して毎日砂糖もらう方が嬉しいけど。その考えがまさに誠なんです。え、毎日もらえるわけでもない砂糖ブロックマスターよりも毎日砂糖をくれるし要求したらもっとくれるマスターの方が好きになりますよね。そうね、欲望に忠実になったらそうなっちゃうかも。そんな事実を知ってしまっても最初のマスターは初契約だったあかりさんをずっと大切に思っているんです。頑張って砂糖をあげる量を増やしたり、周りからいくら契約解除されたんでしょって言われても認めなかったり、そこまであかりさんのことを思ってるんです。私はなんてひどいことを。いや、これ私がというか誠がやっぱり悪いじゃん。でもあかりさんにすり寄ってくる人がいなかったらこんなことにはなっていないんですよ。契約しているにもかかわらずちょっかい出してこようとする方が悪くないですか。しかも初契約を手助けしてくれたナコードが手を出すんですよ。あかりさんは欲望に忠実だっていうのに。そうだけれどもさ、でも人間としての理性は持ち合わせるべきじゃない。それはそうですが、まだまだ子供、しかも初めての契約でマスターとの接し方もわからないのに、それは酷ではないですか。お互い探り合いながらも時には喜び時には失敗し、関係が崩れそこで終了してしまったとしてもそれは経験です。その大切な経験の途中に横からちょっかいをかけてくるのは人間の行いですか。何も言い返せなくなってきた。ま、今回は度が行き過ぎてしまい死んじゃいましたけどね。メンタルの弱いお嬢様を裏切った罪は重かったんです。因果応報ってことよね。でもこのアニメは琴の葉ちゃん側から見るとものすごい純愛だっていうのはなんとなくわかりましたよね。そうね、一生懸命誠なんかのために尽くしていたものね。嫌なことでも誠のために努力して積極的になってみたりとかけなげじゃないですか。そして最後ですよ。誠の復讐のために世界を屋上へ連れ出し殺すシーンはかっこよかったじゃないですか。放送中止になった回の話ね。なかなかショッキングだったね。中に誰もいませんよ。まあトラウマになる人もいそう。世界の嘘だったか想像妊娠だったかで誠を浅ましくもつなぎ止めようとしていた真実が暴かれた瞬間でしたね。え、でも本当に妊娠していると思ってたような感じだったし、嘘をついていたかどうかまではわからないじゃない。確実ではないですけれども、そういう印象はありましたよ。そうです、そうです。そして戦場で誠の頭だけを愛おしそうに抱えることの葉ちゃん。その瞳はヤンデレ気質は一切なく、ただただ愛する男性を慈しむようになっているんです。ああ、そういえばそんな気がする。よく見てるわね。素晴らしいほどに愛に溢れているじゃないですか。そしてあの戦場は誰も邪魔されない二人きりの空間になったわけです。頭しかないけども。頭だけですけれど。幸せ、なのかしら。これ以上他の人に目移りしないし、ずっとここにいてくれるから、幸せなのではないでしょうか。あかりさんはそういった心情には疎いのではないですか？どうしてよ。いやだって、マスターのこと好きだったのでは？いやいや、それは大昔のことじゃない。でもヤンデレ化していた時もあったじゃないですか。気のせいよ、気のせい。そうでしたか？それならわからないですね。そう。ヤンデレ化してましたよね。してないって。残念。なんで残念なのよ。気持ちが通じ合ってヤンデレ談義とかできそうじゃないですか。しないわよ。しないんですか？どうしてすると思ったの？全世界線のヤンデレたちを集め、あるあるネタを披露したり、好きな相手が目移りしないようにデスゲームが始まったりするかと思ったのに。しないから安心しなさい。はい。それで、スクールデイズについてはこれくらいかしら？そうですね、言いたいことは結構言えたような気がします。
本当にあの学校の女子たち頭おかしいんですよ。私はああはなりたくないです。恋を応援しといて寝取るとかひどすぎますよね。そう思いますよね。わかったから。そうね、あれが一番いけなかったかもね。環境が悪かったってことかしらね。そうですね、周りにあんな女子たちがいなかったら違った結果だったでしょうね。誠がクズなのは変わりはないんですけども。じゃあ今日はこれくらいにしよっか。お試しという感じでね。今日はありがとね、リコちゃん。いえいえ、いいんですよ。動画ではこうやってお話しすることってないですから。見せてなかったわよね、こういうのって。せっかく大人数でやってるんだし、みんなでできることもしていきたいね。クトゥルフですか。あれね、編集が結構大変だったのよね。素材も結構多かったですからね。クトゥルフは置いとくことにしてね。最初にも言ったように、皆様からの質問をお待ちしております。来ないとどうなるんです。もうこの続きはないでしょうね。ああ、そうですね、質問来てほしいですね。そうね、来ないと動画ネタが困っちゃうし。じゃあこれで終わり。また次回会えることを楽しみにしております。また会いましょうね。